はいどうも皆さん、こんにちは。ツンツンです。今日なんですけれども、このダークネスギミックっていうですね、ボックスが出てから、だいたい4日経ちました。で、この4日経った間にトーナメントがいくつかあったわけですよね。で、そのトーナメントの結果などを僕なりに分析して、で、このボックス、引くべきかどうなのかっていうのを改めてレビューしていきたいと思います。で、まあ、昔はね、出る前のレビューだったんで、いろいろ憶測だったりだとか、まあ、こうなるんじゃないか、みたいなのあったと思うんですけど、今回は事実ベースに話していきますので、まあ、皆さんがね、まだ向こうかな、どうしようかなっていうふうに考えてる無課金、美課金、この辺の人たちの助けになればいいな、というふうには思ってます。で、一点だけ注意事項があって、これはあくまでもガチ勢目線で、このカードは強い、弱いっていうのをズバズバ言っていきます。このカードが、こういうデッキで使えて面白いっていう風な要素とかに関しましては、今回度外視しておりますので、その点だけご注意ください。じゃあやっていきましょう。まず、はじめなんですけれども、ギミックパペットジャイアントキラー。まあ、レベル8、レベル8だね。のモンスター2体で作るランク8なんですけれども、まあ、こいつは、効果自体は、エクシー素材1つ取り除いて、特殊召喚された相手モンスター破壊するっていう効果なんですよ。でさらに破壊したモンスターがエクシーズモンスターだった場合は、攻撃力の半分のダメージを相手に与えるっていうので、2破壊までできるカードなんですよね。じゃあこいつ必要なのかっていうと、もうこいつは1枚から2枚欲しいなと思います。で、まずギミックパペットっていう、まあこのテーマデッキを使う人っていうのは2枚あっていいと思います。ただギミックパペットはさっきも言ったように環境に入るのかっていうと、まあ若干入らない読みなので、組みたい人以外は2枚集めなくてもいいと思います。で、ランク8のデッキを使いたいよ。例えばサンドラだったりとか、そういう風なデッキを使いたいよっていう人は、1枚あったら便利だよ。でもなくてもまあエネアードでいけるよね。みたいなぐらいの感じのポジションになります。で、一応まあエネアードとの差別化のところ話しますと、エネアードが優れてる点っていうのは、打点が3000ある。で、さらに複数枚のカードを同時に選んで破壊できる。まあ手札のモンスターとかがあればね。で、あとは、特殊召喚されていないモンスターとか魔法トラップ、この辺も破壊できるっていうところがすごく偉いんですよ。で、ジャイアントキラーはいいところは、まあ、手札とか場のモンスターを使わずにエクシーズ素材剥がすだけで2体のモンスターまで、破壊できる。ここがまあ優秀かなと思います。やっぱ手札コストとか準備するのが嫌なデッキとかもあるしね。であとはエクシーズモンスター破壊するとバーンダメージ与えることができるっていう点もいいですね。で、さらに一応ギミックパペットのテーマ内の恩恵を受けることができる。この辺が、まあ、ジャイアントキラーのいいところかな、というふうに思います。というわけで、まあ、1枚か2枚あったら十分かなと思います。で、次、貴公子パラディオスなんですけれども、これはね、まあ、ぶっちゃけいらないかなと思ってます。0枚でいいかなと思ってるんですが、フォトンを組むんだったら1枚あった方が、若干ちょっとエクシーズの幅が広がるかなと思います。まあ、フォトンがパラディオス出すときにはもうゲーム終わってそうな気もするんだけどね。で、一応、汎用の、ランク4っていうのはめちゃくちゃリンクス充実してるんで、まあ素材縛りがあるこのパラディオスを採用しなくても、まあ大きな影響はないかなと思います。なんで無理に追わなくていいよっていう、そんな感じですね。で次、ダイソンスフィアなんですけれども、これはね、まあ0枚でいいかなと思ってます。確かにダイレクトアタックができるモンスターっていう点は優秀なんですけど、星9、レベル9を2体素材にして出すシチュエーションっていうのが、ぶっちゃけあんまり思い浮かばないんですよね。で、必要なデッキが今後出てくるかもしれないですけど、そのタイミングで引けばいいから、まあ、無理に今追わなくてもいいと思ってます。で、次。次は、エレメンタルヒーロー、グランネオス。これはね、ネオスのデッキの中に入れるグランネオスはめっちゃ強いと思うし、性能は普通に強いと思います。じゃあ、ネオスが環境に入るかっていうと、まあ、それはないと思います。なんで、まあ僕は0枚でもいいかなと思ってるんですけれども、まあネオスを組みたい人は1枚、2枚、3枚ってあった方が、よりまあ選択肢の幅が広がっていいと思うっていう風な感じですね。ただまあ性能自体は強いと。でもね、無理に3枚追う必要があるのかっていうと、ネオス組む人でも追わなくてもいいと思ってます。っていうのが、別にグランネオスが出せないってなった時、2枚しかないから3枚目出せないってなった時、そこ別にネオス、ブレイブネオスでいいじゃんってなるし、なんで別にグランニオスは1、2、3ってあれば便利だけどなくてもいいよねみたいなっていうポジションで考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。で次、ギミックパペットテラーベビー。これはね、0枚かもしくは3枚かのどっちかです。まずギミックパペット使う人は3枚いります。でもそうじゃない人はいらないんで0枚で OK です。
ギミックパペットが環境に入るのかっていうと、さっきも言ったように、まあ基本的にトーナメントのシェア率も高くないし、勝ち上がってもいないので、まあまあそんななのかなっていう風な評価にはなります。で、次はバンパイア・デューク。これね、バンパイア組まない人は0枚で OK です。で、バンプ自体を組む人は2枚、もしくは、俺はでもぶっちゃけね、1でもいいかなと思ってます。あとでちょっとその理由は説明するんですけど、まず先にバンプが強いかどうかに関しては、バンプは全然結果出てないですね。なんで、環境には入っていないと、言っちゃっていいと思います。なので、新しい環境デッキが欲しいよっていう意味でバンプ組もうかなって悩んでる人は引きに行かなくても OK。ただ、めっちゃいいのは、これバンプ組む場合、さっき言ったんですけど、デューク1枚でも良さそうかなと思ってるんですよ。バンパイアデュークを素引きしちゃった場合は、まず効果で墓地に落としといて、バンパイアシフトへ蘇生とかしたらいいし、デッキにある場合は、アウェイクっていう、後で説明するんですけど、トラップカードで取ってきたらいいし、みたいな感じで、こいつ1枚でどうやら良さそうな気は僕はしてるんですよね。だから、昔やっててバンパイア好きだったよ。で、最近のリンクスちょっと復帰したいよとかっていう人は、このボックス一周でいいから、結構、始めやすい、再開しやすいんじゃないかなって思います。まあ、そういう意味でこのカードはめっちゃいいカードだと思う。で、次ですね。ダンセル。まあ、これはね、なかなか思い出深い人も多いんじゃないかなと思うんですけど、インゼクターを組む人は3枚必要だね。でも、組まない人は0枚で OK です。じゃあ、インゼクターどうなんていうと、環境に入ってなくて、理由としては、まず安定感があんまないんですよね。ダンセルプラス、装備魔法ってか、まあ、ホーネットとかの、そういう風な、装備できるモンスターが必要。でも、それが揃うんかっていうと、そんな揃わないから安定感ないよねっていうところが一つ。で、あと、妨害に弱いんですよ。なんで、インゼクターは環境には入っていない。で、まあ、そこでモンスタープラス装備するモンスターみたいな感じだったら、モンスタープラス装備カードみたいな感じで、聖騎士の方が、初動があるよねっていう。でもその聖騎士も環境に入ってないってことはそういうことだよねっていう感じにはなります。で次、軸抱き。これはね、いらないですね。はい。いらないと思います。で、次、ところてん方式。1から2あったら便利だねって感じ。これね、今のリンクスでもかなり強い部類の攻撃反応。最上級、分断とウェーブホースとところてん方式、これどれを一番強いっていう風にランク付けするのかっていうのが非常に難しいぐらいの、強い攻撃反応です。で、罠火が好きな人っていうのは2枚ぐらいあっていいと思います。1枚でも十分だと思うよ。ただ、このところてん方式は展開を妨害できるカードじゃないんですよね、あくまでも。なんで、ガイアっていう、走破するガイアっていうやばいフィールド魔法を貼ってくるやつとか、あとはモンスター効果で、後ろとか触られるところとかに弱かったりするんですよ。なんで、被っちゃいすぎると結構しんどかったりとかするから、まあ、2枚あれば十分っていう風に僕は思ってます。まあ僕も実際これ3枚引いたんだけど、今知らぬに2枚しか入れてないしね。で、次、ギガンテスドール。これは1から2枚かな。まあ、ギミックパペットを組むんだったら、2枚欲しい。まあ、1枚でも回るかなって感じ。あ、で、ギミックパペット組まない人は0枚で OK って感じです。っていう風なカードです。次、フランケン。これはね、1枚あったらめっちゃ便利。ランク8が出るデッキを使う人は、1枚あった方がいいと思います。で、っていうのが、まあ、環境によりきりなんですけど、例えば今の環境だったら、リゾネーターデッキが、サンドラ相手にブルー D を出してくるっていうのが主な勝ち筋の一つに今なりつつあるんですよ。で、雷獣量を吸っちゃうとブルー D って3100打点になるんですよね。この3100打点のブルー D が殴ってこないとクリボール使えないので、守備できず自利品になるんですよ。で、それがめっちゃしんどいっていう展開で膠着状態になっちゃうっていうことがあって、そのまま負けちゃうことがよくあったんですけど、フランケン自体が4500打点なんですよね。なんで、テーマ内でその3100ブルーディーを抜けるっていうところがめっちゃ評価高いんですよ。で、あとは今は少ないけど、ベールだったりとか、オベリスクとかだったりとか、あの辺に対しても強いカードなので、まあフランケン自体は俺は1枚あったら便利だなっていうふうには思います。で、次、ドラッグルーン。これはね、聖眼使う人は1枚あると、聖眼ミラーで強いです。ただ別に、僕は、これは使ったことはないですね。0枚でも僕は困らないとは思ってます。ただまあ、1枚あったら便利だよ、幅広がるよぐらいで思ってもらえるといいと思います。で、次、ビスクドール。ビスクドールはね、ギミックパペット使う人は3枚、そうじゃない人は0枚って感じだね。
で、こいつ墓地から除外すると、効果耐性を付与できるんですよ。要はそのターン、ギミックパペットは効果の対象にならないっていう、そういうヘイズビースト的なね、モンスターに変わるんですけど、要はビスクドールの墓地除外効果で効果耐性付与してから展開するのがめっちゃ強いんですよね。ってことは、引きたいじゃないですか。なので、僕は3枚必要かなっていうふうに思います。で、次。ネクロドール。これはね、要はネクロドールと、さっきのビスクドール2枚が墓地にあるとめっちゃ強いんですよ。で、そういう意味では俺はビスクドールは2枚か3枚本当は欲しいんじゃないかなーって思います。ギミックパペット使う人は。ちなみに使わない人はこれも0枚です。横展開できる札だから欲しいんですよね。で、個人的には、なんでかっていうと、なんで2枚か3枚欲しいかっていうと、引いてない方をスキルで墓地に送りたいんですよ。で、そこから展開していくみたいなことしたいので、だから引きたいよねっていうことで2枚か3枚俺はデッキの中には入れたい派です。ただ1枚でもあれば回るので、そんな置いたくないよという人は1枚でいいと思う。ただギミックパペット組む人はそもそもテラーベビー3枚集めないといけないから、その過程でネクロドール勝手に集まんじゃねえとは思うけどねっていうカードです。次、グランモール。これねめっちゃ思い出深い人は多いと思うんだけど、現時点で環境デッキに入っているわけじゃないんですよね。なんで0枚でいいと思ってます。で、ネオスだったり、召喚獣だったり、なんかのデッキのサブギミックとして使う場合は強いことが、確かにありそう。なんで、そういう時は必要になってくると思うんだけど、現時点ではないと思います。そう考えると、1枚か2枚確保しておくと、後々便利になるかもしれないけれども、そんなこと考えるんかっていう、本当に入るんかどうかわかんないカードに、突っ込むっていうのは無課金美課金の人にあんま僕はお勧めしないので、0枚でいいかなと思ってます。で、フォトンオービタル。これはフォトン組まない人はもう100%0%0%だから0枚でいいと思います。でもフォトン使うんだったらこれ3枚欲しい。3枚あると結構安定感変わるんで、デッキ自体が強化になるんですよね。もちろんメインの動き自体はフォトンの動き変わらないんだけど、安定感でが段違いになるんで、3枚欲しいんじゃないかなと思います。最悪2枚欲しい、1周でっていう風に思ってます。で、ソーラーウィンドジャマーはこれはね0枚かなと思ってます。特にこのデッキに入れたいっていうのが今ないんですよね。一応星5で特殊召喚できる点っていうのがいいんですよ。ただその後にモンスター横に必要だから、そもそも2枚コンボになってるんで、よっぽど相性がいいっていうデッキじゃないと使うことは少ないと思います。なんで0枚でいいと思います。マジカルハウンドはこれ相手依存のカードなんですよね。相手の、フィールドの表側表示の魔法トラップ1枚戻して特殊召喚できるなんで、それ以外はただの星1チューナーなんですよ。って考えると、これは0枚でいいかなと思います。で、次。来ました。ヴァンパイアアウェイクでございます。これね、ヴァンパイアを使わない人にはいらないカードになります。で、ヴァンパイアを使う人、もしかしたら3枚必要かもしれません。ただ、無課金、美課金の人っていうところをターゲットに話していくと、課金を抑えるんだったら、さっきのヴァンパイアデューク1。で、これアウェイクが SR で2枚入ってるんで、2枚。もしくは最悪1枚回収して、このボックス1周で、完結させるっていうのが僕はいいんじゃないかなっていうふうには思います。で、次、エクシーズトライバル。これはね、セレクションボックスでも実装されたんですけど、今もまだ使われてないので、0枚でいいと思います。で、最後。あと1個ね、R でいいカードあります。これはね、何回かちょっと話してるんですけれども、これじゃない。こっちですね。エクサビートル。これは、ネクロバレーを剥がせたり、ライノセバスになれる点っていうのが優秀なんですよ。で、詳しい解説っていうのは今日の1枚取り上げてるんですが、結論言っちゃうと、こいつは1枚あると、今後、ランク6を出せるデッキ、組むときにめっちゃくちゃ便利なので、持っといた方がいいとは思います。で、ライノセバスって何ぞやっていうと、こいつです。はい。インフィニットレイに入っている R のカードなんですが、要は、エクシーズ素材1個取り除くと、相手フィールドの守備力が一番高いモンスター破壊できますよってやつなんですよ。対象取らずに。これが強くて、で、エクサビートルのエクシーズ素材2つ取り除けば、さっきのライノセバスっていうのになるのができるんですよね。なんで、そういう意味では、このエクサビートル君は中継地点として結構優秀っていうところになります。はい。というわけで、今回はこの新ボックスダークネスギミックについてお話をさせていただきました。いるカードいらないカードっていうのを結構ねはっきりとズバズバとお伝えはさせていただいたんですけれども、大体合ってると思うので、無課金美課金の人は参考にしてみてください。
では今回の動画は以上になります。参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。